どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在11月4日オリックス戦、いやということでね、日本シリーズやってまいりました。2年連続ですね。はい、そして相手のオリックスも2年連続、いやすごいですね。同じチームが2年連続日本シリーズで当たるのっていつ以来なんだろう。あ、2019と2020か。いや、なんでもないです。やっぱり今の話題忘れましょう。はい、ということで、まあ、一応ね、記録確認していきたいんですけれども、まあ、どうだろうね。全試合ね、全カード4勝3敗だった記憶あるんですよ。巨人が優勝したとき。2020年4勝3敗1分け。で、23年4勝3敗。そして2回連続中川さんか。で、24年4勝3敗。で、この時は岡本さん。で、ソフトバンクに2勝4敗で敗れたんですよね。うん。そして27年、オリックスに4勝3敗1分け。はい、まあ、巨人は基本的に優勝するときは接戦ですね。逆に巨人以外のセ・リーグのチームが日本シリーズ出たときは大体圧勝か、4勝1勝の DeNA、そして4勝0勝の阪神、すごいですね。はい、まあ、今回オリックスとの、まあ、2年連続対決なので頑張っていけたらなと思います。本当ソフトバンクに勝てないですね、ゲームでもゲームでも2勝4敗だったっていう、ゲームでもっていうかゲームでは2勝4敗でしたね。はい、まあそんなわけで、じゃあ投手陣見ていきましょう。開幕は田口さんでやってもらいましょう。はい、そして2番手、まあ、今回監督試合で操作するのは山本さんです。はい、すいません、ちょっと違う巨人の選手出てきて今山本さんです。今ね、田口さんと混ざったんだよね多分ね。うん、山本さんです。そして3番手ダルビッシュさんですね。はい、規定には載ってなかったんですけどね、この年になってまだここまで投げれるのかって感じですね。確か戦力外で獲得ですよね、すごいな。そして高橋優希さんですね。はい、頑張ってほしい。そして原田さん、防御率的には一番怪しいんだけど、まあ、短期決戦なんでね、頑張ってください。そして中継ぎ堀田さん、戸澤さん、スナイダーさん、三村さん、まあ敗戦処理ですね、4点台じゃないし。そしてマクガフさん、そして太田さん、そして堀岡さんからの中川さん、以上でございます。さあ、まあこのメンツでね、どれだけ勝てるか分かりませんがね。はい、そして打者の方ですね、まあ、前回の CS と変わりませんね基本的にね。はい、1番勝見さん、2番青山さん、そして3番デュークさん、そして4番岡本さん、そして5番エドモンドさん、そして6番ハンセンさん、そして7番ジョーさん、そして8番城島さん。はい、まあ変わらずどれぐらいやれるかだね。うん、まあとりあえず初戦頑張りたいですね。相手がどれぐらいだろう、ちょっと相手を見ていきますか。やっぱ相手の選手のね、能力見たいっていうね、視聴者がいたので前コメントにね。はい、吉田さん、おお、開幕吉田さんか。そして2番手今永さん、山本由伸さんと今永さんか、厳しいね。そして山岡さん、あ、絶好調になられるとちょっと赤徳が全部消えるから難しくなるね。そして松井さん、ノリノリか。はい、すごいな、やっぱ強いね。普通に去年も投手のチームだったからね。そして田島さんが中継ぎに回るほどの戦力よ、すごいな。青すげえな、まあ、これはもうパ・リーグダントツで勝ってきたチームって感じですね。宮城さん抑えなんだ先発ではないんですね。はい、そして、打線 DH で見るか、宗さん、うおーうおほほほほ、あーすごいな、あーすごいな、あー強いね。ただホームラン数はと思ったら勝俣さんすげえな。あーなんかい、いや山田さんここにいんのか、下位打線の方が強くねなんか7-8の方がホームラン4番っぽいけど、おー若月さんめっちゃ打ってる。次は10本打者多いなね、すごいな。まあそんなわけでねまあどっちが勝つかわからないですけれども頑張りたいですね。さあということでやっていきましょう。第1戦高速試合、さあ田口さんと吉田さんね、どっちが勝つか、もう初戦はねこのままのオーダーでいきたいと思います。ではレッツゴー。さあ読売ジャイアンツ対オリックスバファローズ日本シリーズやっていきましょう。いやー、これはどうなることやらね。オリックスバファローズ頼むぞ田口さん。あ、やばい、いやまだまだ、あ、え、田口さんどうした、あこれが追いつかない程度の反撃、皆さん覚えておきましょう。あー厳しいね。はい、ということで、まあ、1戦目負けました。ただ2戦目があります。頑張っていきましょう。厳しいな。さあということでね、第2戦やっていきましょう。監督試合、山本由伸さん対今永さん、いやーすごい戦いになりそうですね。そして今回若様をスタメンで使いますね。絶好調と絶不調なんでね。はい、そしてショートに今日山越さん使っていこうかな。1割58人大丈夫か、なんか特能も悪くないのにね、あんまり打たないですよね。はい、さあということでこの選手でどうなるか分かりませんが頑張っていきましょう。東京ドームです。
さあ読売ジャイアンツ対オリックスバファローズやっていきましょう。いやどうだろうね。いやマジこの本拠地2連敗は厳しいぞ。しかも山本由伸さんに負けたらもはやもう何も残らんぞさあでもオリックス側もな、引き抜かれた側だからね。おこの視点かっこいい、いいねこの視点いいね。さあどうだ、16勝5敗はやばいよな。ただこれで勝率第1位ではないという、あの広島の選手にかさられてた記憶ある。さあどうだ、よーし OK。さあ1戦目田口さんであそこまで打たれたからな、惜しかったけどね。さあ山本さん、このためにためるホームからのズドン、本当199奪三振もったいないよな、あと1個だったのにあと1個どっかで取らせてあげたかった。 OK、 いやここまでは OK、 若さはもう帰ってる、早さあこちらね、クリーンナップあたりのホームラン数はすごいから。さあ今永さんから打てるかな、勝美さんは。これ硬いぞ結構。てか前回てかずっと打ててないからねこのチーム。前回3点取れたけど、ないバチやっぱ若様だわ、やっぱ若様だよね、うん、俺たちの若様は違う。さあリュークちょっとゲッツーありそうで怖いが、おお、いやーこれ集まったやつだ。さあ若様走る。さあ岡本さんどうだろう、じゃあたまにはちょっと岡本さんでセンター返して珍しいからやってみるか。ノースリーから振らんでいいノースリーから振らなくていいです。さあということでヒット1本出ましたね。もうこれ実質勝ちでいいんじゃないですかね。ああどうだ、さあ内角勝負どうだ、パーボールっぽい。ああヒットか、あ山越、あ山越こそ一番守備うまいんだけどなこのチームで。山越が取れないなら多分どの人も無理だな。さあ西浦さん、あ、OK、素晴らしい。さあ西浦さん抑えていく、いいね、はいからの、はい。さあエドモンド・ハンセンですね、フルスイングでいこう、頼む。あーなんかあれそんな言うほど根っこの打球ボールでもなかった気がするんだけどな。ハンセン頼む、来た。あーどうだ、ハンセンのパワーでホームランはない、フェンチョクか、おフェンチョクでもなかった。おハンセンセカンド行った、すげえ、ハンセンがセカンド行くとか珍しいなさあジョーさん使っていきましょう、ジョー行くんだジョー、素晴らしい、行ったね、よしよし OK、 今永さんから打ったのはでかい。さあこのままね追加点取っていきましょう。ただどうだろう、いけるかな、ただ久しぶりだね一発勝負でホームラン普通に打ったの。さあ山越さんお久しぶり、でも久しぶりだよね山越さん使うの。さあ外角来たぞ、おお、これはどうだ、ハンセンなら落ちるが、あ落ちたわ、ハンセンの守備力なら絶対届かないやつだよね。さあここ送りバントかな、うまい。さあ勝美さん、勝美さんセンター返し、ナイバッチ OK、 あれちょっとなんか前回もだけど2回に点取れるのかな最近は、いいね、はいはいはい OKOK、 さあここまでは完璧、勝美走ろう、決まった、はい OK、 いいじゃん、あ 足で見せてるね。さあ采配は当てたよ、采配は、采配は当てた、まあそうなりますよね。さあしかしジョーさんよかった、これが打てるキャッチャーですか。さあストレートいこう、あ違かった、ナイス OK、 山田さんにストレートは怖いかさすがに、オリックスにいいんだもんね。さあ采配外したが OK、これでツーアウトランナーありません、バッターはピッチャー今永、さあ高め勝負どうだ、投げたスプリット、イエイ、空振り三振、今永全くタイミングが合いません、山本ジャイアンツこの回は、さあ全体返し、トップバッターは
チェンジアップが魔球すぎる。あー厳しい。おお。そうか、あそうか、低め勝負だけど高め構えたからか、すげえな。ちょっと4点なんていつぶりよ、今日祭りじゃん、やった。もう4得点とか祭りですよ、ガチで。 いいね。さあエドモンドも続こう。あーダメか、あのコースに構えたからといって打てるわけではないと。ハンセンも結構残るか残らないかギリギリのラインだよな。2割6分25本はいいんだけど、早熟で劣化始まっててなおかつあの守備だからね。危な、山越さんなんか後ろに下がりながら取るの怖いな。まあ確実に取るためなら仕方ないんだろうけど。あ佐野さんって右打ちか、俺両打ちだと思ってた、なぜか。そうか右打ちか、俺両打ちだと思ってたんですよね。OK。 さあジョーさんまた来ましたよ。あランナー出たら一発勝負。うおう、チェンジアップでも待ってたのかな。ど真ん中じゃね。割りかしど真ん中だったよね今。おお、今日調子いいね。さあ送りバント、うまいな。さあここからですよ、一発勝負。さあ6点目取っていこう。くそー、一発勝負使ってもこれだから厳しいよな。吉野さんちょっとこれ早めに下ろす、なんかもう体力使う。いやでも怖いな、体力あんま使ってほしくねえんだよな。まあ6回までかな。正直あそこでホームランでも出てたら山本由伸さん早めに帰るって選択肢あったんですけどね。それ入ってるか。それ入ってるか、本当に毎回気になるけど、言うほど入ってるのか毎回気になるね本当に。 OK。 まあ5回までだから最低限の責任を果たしたよね。さあ若さま分かんなくないわ。ヒットはない、まあ、ポロリならあるかもしれなかったけどね。さあデューク、あーあー厳しいな。さあどうする。もうさ淡々と終わるんだよねこの監督試合って、本当にもうなんか語彙力がないからさ、淡々と終わるよね本当に喋ることも。さあどうしていこっか、ここからインコースでいいんじゃないの。この回までない吉野部さんは黄色になる前に終わっていいと思う。でもどうだ、4点差って意外と怖いよな。意外ととか普通に怖い。5点とかだったらな。オッケー。さあエドモンド、ハンセン、ジョー、ここでどれぐらい打てるかだ。オッケー。なんかあそこまで立ち上がると逆に当たるんだよね、バットの構造的に無理な気がするんだけど、まああそこで立ち上がると逆に打てるっていう。ハンセン、挨拶持ち怖い。本当あそこまで外れると打つんだよね、まあ、たまに野手の正面いたりするけど、なんでだろう、なあれどういう感じなんだろう、これこのあそこまで外れるとこうやって当たるんですよ。でもバットに当たってる様子ないよね、なんだろうね、コンピューターなんかそういうあるんだろうな多分。よし、ここちょっとバントでいこう。バントもある、さすがただハンセン足遅い、危な。ハンセンの足遅あー惜しいな。さあ代打です、代打で、山下さんで一発勝負、対左 B 頼む。はーい、代打で見逃し三振やっぱ辛いよな見ててね。さあピッチャー変えて、どうすかな、ロングリリーフスナイダーでいくか、いや違うマクガフさんだな。スタミナ D だったら多分2イニングいけるでしょう。 OK。山越さん肩弱いんだよな、守備範囲は広いけど肩が弱いというちょっとそういう体質だから難しいんだよな。あと足も言うほど速くないっていう、だからさっきマジで危なかったもんね山越さんの守備。いやーどうすかな、なんか意外と使いづらいんだよな。
でも山越と同期って勝見だっけ細見だっけどっちだっけ、ほらこうなる。なんでどっちだっけ、山越だっけ、いや山越の勝見と細見どっちだっけか細見か勝見だった気がするんだけど覚えてないっていう。さあちょっとマクガフさんよく抑えました。さあ勝見さんフォアボールでいいよ、振るんかい、まあ、いやツーベースっぽいからツーベースならまあ。さあできればね中川さん太田さん中川さん出す展開にはしたくないんですよ。センター返し、おおここで使う、ああそっち引っ張っちゃったか、なんなら当てるだけのファーストセカンド方向でよかったのに。集中、さあフルスイング、あー厳しいな。坂本さんポロなねえかな、ポロるわけねえか。あさあ未だヒット2本しか打たれてないからね、これはいいよ、素晴らしいよ。マクガフ頼む、マクガフさん抑えてくれれば OK。 いや大丈夫 OK、 はい5-4-3のやつ OK、まあ、1点取られるのは仕方ないからここ頑張って。うわロドリゲスか、ナイスボール素晴らしかった、よしよし OK、 いやよく抑えたさあうわ田島さんここに来るか、難しいな厳しいな。さあねじ込め、頼む三振っぽいさあではね最終回頑張っていきましょうか。マクガフさんお疲れ様、最終回は戸沢。さあ戸沢、あ待って待ってまだ終わってない、戸沢さんにして守備にハンセンのところに、宮下さん入れましょう。じゃあ宮下さんじゃない岩佐さん入れましょう。はい、全ポジションこなせる湯浅さん、あかんだ、さすがだね、まあ、キャッチャーはできませんけど、あとピッチャーもできないけど。さあ変わったところに飛ぶんです、でもハンセンなら取れなかったわ、間違いなくハンセンならツーベースコース、いやハンセンの守備マジでやばいからな、守備範囲が狭すぎる。あらららららら変わったところに飛ぶんだね、采配2連続で当ててるのにこの仕打ちないだろうちょっとさあ内角勝負いこう、よしさすが一発勝負対決かな、多分両チームの。さあ戸澤さん、さあ両者ともに田口監督と菅野監督に一発勝負、さあどちらが勝つ、レベルはこっちが上、一発勝負対決でさこっちホームランなんて打ったことないんだけど、こんなことある、厳しいな、しかもレベルこっちが上なのにレベルこっちが上なのにマジか、はい、今勝ったのでよしとしましょう。はいということで、これ現在1勝1敗ですね、次の試合どうなるか分かりませんがね、さあ京セラに乗り込んで頑張っていきましょう。では3試合目に飛ばしていきましょう。はい、さあということでね第3戦やっていきましょう、相手は山岡さんですね。いやーここで勝った方がね、間違いなく次の動画で有利になるんで、どうだろうな、ダルビッシュさん不調なんだよな、つっても本当これ9勝4敗ってね驚異の勝率なんで、しかもほとんど100スタミナ42だと5回投げるのも精一杯だからね、それでこの勝ち越し具合だからね、いや神でしょさあということでねオーダーはこんな感じです、ではやっていきましょう。さあオリックスバファローズ対読売ジャイアンツ第3戦やっていきましょう。いやーどうだろうね、頼む打ってくれ、うわ待ってこの展開か、はいということで、現在2勝1敗ですね、次の動画でどうなるか分かりませんがね、日本一目指して頑張っていきたいと思います。いやよかったよかった
ダルビッシュさん5回無失点、いやさすがですね、本当これができるから強い。はい、ということで、チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンク概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です。さようなら。じゃあね。実況担当は堂前秀夫で。